クールラントによるアメリカ大陸の植民地化では、かつてバルト三国に存在したクールラント公国により1654年から1659年まで、まを、あ、おいて1660年から1689年まで、トバゴ島に作られたヨーロッパ諸国によるアメリカ大陸の植民地化政策中、最も小さい植民地、ニュー、クールラントのことを外説する。 人口20万人のクールラント公国は当時、ポーランド・リトアニア共和国に従属していた。公国の元首である、バルトドイツ人、ヤーコプ・ケトラー公爵は、ヨーロッパの商船団の中で最も大きな商船団を設立した人物である。彼は、西ヨーロッパ旅行を通して、熱心な商業思想を提唱するに至った。それにより金属加工と造船技術は大きく発展。 貿易関係は、近隣諸国のみにとどまらず、イギリス、フランス、オランダ、ポルトガル他にまで及んだ。ヤーコプは、ラトビア西部のマッチウィンダウト、リーバウの主要港で、ヨーロッパ最大の商船団の一つを設立した。クールラント公国の船は212人の移住者が、トバゴ島に植民地を設立しようと試みたとき、少なくとも1637年には、 西インド諸島に向けて貿易事業のための航海の途上だった。実はこの時以前の1628年にトバゴ島に入植したヨーロッパ人たちによって作られたオランダ植民地はその数ヶ月後にスペインによって破壊されていた。初のクールラント植民地は失敗に終わり1639年に2度目の植民地設立を試みた。 1642年、およそ300人の移住者を乗せた艦長カローン率いる2隻の船は、クールラント湾近くの北岸に入植を試みたが、今度はカリブ海の先住民族によって追い出された。そしてクールラント広告の注意は移り1651年、初の成功を収めた植民地を獲得したがそれは、アフリカのガンビア川に浮かぶ島、セーアンドレ島でありそこに、 ヤーコプ要塞を建設した。その後すぐ、クールラントは、トバゴ島に、さらにもう一つの植民を試みること決断をした。1654年3月20日、クールラント公爵夫人の縦型紋章船が大砲45門、25人の役人、124人のクールラント軍人、そして、トバゴ島を占領する植民者80の家族を乗せて、到着。 艦長イレムモーレンは、トバゴ島を、ニュークールラントと宣言した。また、要塞が、トバゴ島の南西に建設され、その周囲に建てられた町、ヤーコップ・ピルセタと同様に要塞は、ヤーコップ要塞と呼ばれた。また、主な地には、大クールラント湾、ジェームズ湾、クールラント農園、ニュージェルゲーブ、リエパーヤ湾、そして小クールラント湾のように、クールラント園の名が付けられた。 その他にも福音派、ルーテル教会は、トバゴ島上陸の最初の年にクールラントの人によって建設された。植民地建設は成功したが、その後すぐ、オランダ植民地によって保護下に置かれその後数ヶ月を始めることになった。120人のクールラント移住民は1657年にこの地にやってきたが、 オランダ植民地での間に500人のフランス人、移住民が加わりその翌年には人口1200人に達した。ヨーロッパへの輸出品は砂糖、タバコ、コーヒー、麺、生姜、アイ、ラム、ココア、キッコー、熱帯の鳥とその羽など。クールラント広告はスウェーデンとポーランドの両国の興味の中心だった。1655年、スウェーデン軍は クールラント公国に侵攻し北方戦争が始まった。その時、ヤーコプ公爵はスウェーデン軍によって捕らえられ、1658年から1660年の間捕虜となった。にもかかわらず、このまま、トバゴ島とセイアンドレ島の両植民地は繁栄を続けた。しかしながら、北方戦争直後、 クールラント広告は296のクールラントの移住民家族の大輸送船をトバゴ島に送った。1666年、海賊の攻撃を受けた後、できる限りのクールラントの移住者たちをトバゴ島から立ち去らせた。1668年には、クールラント広告の船は、ヤーコプ要塞の再選挙を試みるがこの時は、オランダによって追い払われた。 1680年7月、ヤーコプ統治の終盤に再度奪還を試み、短期間に再選挙したが、新植民はその後も同様に失敗した。ヤーコプは対策として、船体と工場の修復を始めたが、クールラント広告は二度と以前の水準の繁栄に達することはなかった。 トバゴ島は1683年3月から1686年6月まで見捨てられ、トバゴ島はその後すぐにクールラント広告によって売り出され、永久にクールラントの移住者はトバゴ島を立ち去った。にもかかわらず、不在のままトバゴ島知事は1795年まで任命され続けた。クールラント1近くのクールラント記念碑は、 オランダ植民地の時を記念している。ありがとうございます。